角度を変えてもう一度腹落としを見よう。今度は動きをゆっくりにして細かい技の展開をよく見ることにしよう。次は捨て身の技、足投げ。真っ向から敵の前襟を取って押したとき、敵がなおも押し返してきたところを右足で敵の急所を蹴り上げ、真後ろに投げ倒し、素早く敵の腹部に乗りかかり、首を絞めること3回。敵が払い手を伸ばして我が襟を取りに来た手を押さえ、逆十字関節固めで肘関節を折るのである。角度を変えてもう一度見てみよう。目まぐるしく変化する足投げの動きをゆっくりにしてみよう。続いての技は返り投げ。敵が後ろから肩をつかみかかってきた時、敵の手の背部を取り、肩で肘関節を折り、逆関節のまま背負って投げ落とす技である。繰り返し返り投げを。願掛け落としも背後から襲われた場合の技である。背後の敵に後ろから両肩をつかまれた場合は、敵の両手の背部を取り、素早く肩で敵の両肘関節を折り、逆関節を取ってそのまま背負って投げ落とすのである。